どうも、リクラボです。皆さんはガーガーチキンご存知ですか？過去には様々な YouTuber が再生回数を稼ぐためにこの鳥の虜になっていました。今となってはほとんど動画には使用されず、飽きたら捨てるの人間の悪いところが浮き彫りになっている現状です。私は違います。せっかくネタにされるために生まれてきたチキン、私は思いつく限りこのチキンをネタにし、チキンの天寿を全うしていただけるようにこれからも動画を上げ続けます。ということで、今回はサムネイルとタイトルを見ていただければわかると思うのですが、こちらのチキンにバズーカをぶち込んでチキンバズーカを作ってみたいと思います。はい、ということでまずはバズーカの紹介を行っていきます。今回購入したバズーカがこちらです。はい、皆さん見てください。全長60センチはあろうかというバズーカを購入してきました。ダイソーで100円で購入できると思ってウッキウキでレジに持っていくと300円でしたので、嫁に借金をして購入してしまいました。10日でご愛の条件で借りたんですけれども、私のお小遣い日は20日後ですので、実質700円の高級バズーカになります。はい、ということでまずはこちらのチキンさんにバズーカを入れる穴を開けます。はい、ということで無事チキンさんに穴を開けることができましたので、早速バズーカをぶち込んでいきます。いきます、 3,2,1。 はい、ということで無事チキンバズーカが完成しましたので、早速鳴らしてみたいと思います。まずはゆっくりと鳴らしていきます。 3,2,1。 それではこちら最大出力で鳴らすとどうなるのか検証していきたいと思います。いくよ、3,2,1。はい、ということで今回はチキンバズーカを作って鳴らすことに成功しました。このように当チャンネルでは日常で役立つさまざまなものを作っていますので、よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。リクラボ、リクラボチャンネル、チャンネル登録よろしく、よろしく、まあ、まあうわ。